はい、おはようございます。いや、久しぶりでございますね。よいしょと、今日はね、お迎えと、送りをね、嫁さん言ってくれましたので、今日は久しぶりに散歩する時間ができました。やったー、よろしくお願いします。よいしょと、さあ今日はですね、GoPro Hero 10を持って手持ちで歩いてみようかなと思います。久しぶりですね、本当にね。今年は本当にお世話になりました。動画にしてないかなと思ってですね、いるんですけども、初めての視聴者の皆様、よろしくお願いいたします。高知県は四万十市のね、散歩動画撮ってます。秋旅です、よろしくお願いいたしますと、今年はね、あんまり動画ね、撮りに行けなかった年になりましたかね。なんだかんだやっぱり、巣ごもりというかですね、家におることが多くてね、なかなか、外に行けない。だんだんやっぱいかんなってくるなという感じがするんですけどもね。そうですね、今年は清水の方にもね、なんとか足を運んでみましたけども、やっぱり、恒例なのが、まあ、なんか食べるみたいなね、最後の方でなんか食べるみたいなのが一番こう、自分も美味しいもの食べれるし、皆さんも、まあ、暇つぶしというかですね、最後の最後に美味しいものを見るのはなんかいいのかなという感じでね、いうことで引っ張りというかですね、最後に何か食べるみたいなのがね、なんかだんだんこう定着化してきたというような感じでしょうか。まあカレー食べたりとかね、西郷さんのケーキ食べたりとか、最近ではそんなことありましたけどもね。今日は12月の20日でしょうか、月曜日、週明けというところで年末に差し掛かってきております。まあ、こんな感じで、ピンマイクがさ、結構ゴワゴワ顎に当たってるんで、ひょっとしたらノイズが入ってるのかもしれませんけども、四万十市の出勤風景になりますね。そう、よいしょ。まあ、いつもの僕の散歩というか出勤の道になりますね。何の話してたんだっけ。ですので12月20日になって年末になってね、年末ですけども、そんなに寒くはないというか、雪が舞うようなそのほどの気温ではないので、まあ、比較的楽に歩いて出勤できるのかなという感じですね。先週まで結構寒かったけどね、先週そうだね、かなり、雪がちらつくというかね、みぞれみたいな感じで、ちらちらまあぐらいちょっと風も吹いて寒かったんですけども、朝方は風も全然吹いてなくて、まあそんなに、冷たい感じでもない四万十市でございますと。こっちに流れてるのが四万十川になりますね。寒いですね、それ言うても寒いな、やっぱり。最近では、そうですね、特に本当に変わったことはないんだけどね、本当に変わったことはないんですけども、まあぼちぼちやっておりますという感じですかね。あとはそうだそうだ、 GoPro Hero 10をね、まあ実際買っては見たものの、案外こうやって手持ちでね、持って今撮影しておるような状況ですけども、やっぱり今までのジンバルの映像に比べると、かなり画面がぬるぬる、こう横へ左へ上下左右へこうから画面が泳いでるような感じはやっぱ若干するのかなという感じで、ヒーロー10どうしたもんかなという感じがしますけどもね。まあ、Vlog みたいな細かいクリップをカン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 切っていくような、まあそんな感じの、Vlog に使うのならんといいかなという感じですけど、こう歩いてずっと長撮りするみたいなのは、やっぱジンバルがいるのかなという感じが最近はしてきましたですけども、はい。まあ今日は試しにね、
ヒーロー10手持ちで行ってみようかなと思います。まあ、結構時間にはゆとりがあるので、まあ、ゆっくりね歩いて行ってみたいなって感じですけどもね。この道も歩いて行ったな。3年ぐらいになりますかね、3年半ぐらいでしょうかね。夏から、3年前の夏から始めて3年ちょい経ったのかな。まあだいぶ自分のスタイルが確立されてきたのかなという感じですけどもね。まあそうやね、ちょっと編集入れて来年はやってみたいなという感じがするな。編集をこう入れるような動画も作ってみたいなと思います。一時期やってましたけどもね、あれ結構大変なのよね。なんでまあ何度も何度もやることで、効率化ができると思いますので、まあ、そういう意味でも編集点を作りながらの動画制作みたいなのもねいいのかなという感じがしますし、あと地図を入れたりとかね、アドバイスいただきましてね、地図入れたりとかねするのもいいのかなと思いますね。あれ結構地図入れるの大変だったりするよね。別パソコンで、またパソコンのデスクトップを録画しつつ、またその録画したクリップをまた編集の時にはめ込んでみたいな感じで、結構手間がかかっちゃったりするんで、なんかいい方法ないかなと思うんですけどもね。もう手で地図ボンって出すか。今この辺歩いてましてみたいな。それが一番楽やね、地図片手に歩くみたいな、そんなのもいいかもしれませんけどもね。そんなわけでですね、年末になってきているというか、もうすぐクリスマスという感じでしょうかね。んで、まあそうやね、年末までにもう1本2本ドボンが上げれればいいんですけどもね、どうなることやら。はい、そうですね、またコラボ動画ではないですけども、いろんなシチュエーションにね出てきてもらったりとか、僕がお邪魔したりとかしてねやってみたいなと思います。今年は2本ありましたね。浜ちゃんの動画ですかね、浜ちゃんのインタビュー動画もありましたし、畑くんのね車購入みたいなね、その車のレビューみたいなこともさせてもらったわけでございますけども、ひょっとしたらもう1台買うとか、そうだとか言うておりますので、彼はまたそのレビューなんかもしてもいいのかなとか、させてもらおうかなとかね思ったりもしております。いやーこれ気持ちいいね、この朝の、朝日に向かって歩くのはいいですね。でこの辺 GoPro の絵はすごいんじゃないかなと思うんですけどもね、DJI ポケット2にはない色味で見えるんじゃないかなという感じがしておりますけども、まあ、いかんせんね、冬なので色味があんまり、草木の色があんまりないので、なんていうのかな、本当にセピア色みたいな、リアルでもセピア色のみたいな、今周りの環境ですけどもね、思いっきりこう日に向けてカメラを向けているのに、まあ、周りの景色はしっかりと映るみたいなね、レンジがすごく稼げる絵になってんじゃないかなと思いますけどもね。よいしょ。まあそんなんで、まあ今年も最後で、あとちょっとで、で来年からまた始まるというようなね感じになってきておりますね。いかがだったでしょうか、皆さんは。今年1年振り返ってみてですね、どんな1年だったんでしょうか。まあ、あっという間やね、本当にあっという間やね、本当にあっという間で、もう1年経ったみたいな感じになりますよね。
本当にね、なんか暑いなとかって言うててすぐに寒くなったもんな。早いな本当に。あ、そうだ、この前そうそう、一番最初に言わなかった、声かけてもらいましてありがとうございます。県外からでしょうか、移住されたんでしょうか、その U ターンして帰ってこられたんです、多分 U ターンして帰ってこられたのかな、アイクさんじゃないですかとかってね、中村駅の方で、声かけてもらいまして、どぎまぎさせてもらいましたけど、子供の子守りの時の完全にオフに種火を切ったような状態で、もう完全にオフ状態だったんで声かけてもらって本当にありがとうございました、はい、びっくりしましたね、こうやって視聴者皆様にね支えられて今秋田ピがあるわけでございますね。おお、これいいね、あれね、やっぱりこう完全にオフの状態の時に声かけられると本当にあ、どうもみたいな感じになりますね。どう表現していいのか分かんないですけども、はい、あれがまあ素の自分でございます、はい。うん、まあそんな感じで今日もいつもの出勤をしているところでございますね。いや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 、最近は、スマホのマイニングっていうね、スマホで、仮想通貨をね、掘っていくというようなね、のが最近流行ってまして、はい、そうなんですよ、スマホ1台でね、アプリダウンロードしてね、個人情報を入力せずに、スマホ持っちょくだけで仮想通貨 のコインがゲットできるみたいなのが最近オプションで流行ってまして、はい、下に概要欄貼っときましょうか。これどういうことかっていうとね、現在その仮想通貨におけるブロックチェーンという技術があるんですけども、そのブロックチェーンを使ってですね、都会の密集地あるいは、田舎の過疎地、こちらのインフラをどんな状況で今インフラの状況があって、どこをこう強化しないといけないのかみたいなね、まあ、そういった、通信網を作ろうじゃないかというようなね計画が、あるようでして、ポルカドットってね、ドットっていうね、大きなチェーンがありまして、そのチェーンの中にですね、その中に入ってですね、そのチェーンを利用して全世界の、インフラ整えましょうみたいなね、そういう、もう壮大なプロジェクトがあってですね、その一つヌードルキャッシュっていうのがあるんですけどもね、まあ、そのスマホに、まあ、とりあえずそのアプリを入れるとですね、Bluetooth でやり取りするんですね。ほんで、いろんな Bluetooth 機器あるじゃないですか、その Bluetooth 機器にとりあえず全部接続していって、どこにどんなものがあってっていうのをねスマホで、保存するんですよ一回で、それ家に持ち帰って Wi-Fi でその情報を本社に送るみたいな、そんな感じのアプリでしてですね、それで、その通信した量によって報酬でコインがもらえるみたいなね、まあ、そのコインについてはまだまだ、値段がまだついてない状態で、今後ガボーンと上がったらその分だけ利益が出ますせみたいなね、そんな、ほんまかそんなの儲かるんかみたいな感じで、まあ入れてはみたいなの結構楽しくてね、それがね、人が多いところに行くとブブ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 って通信し始めて、はい、人がおらんところでは全然、通信しないみたいなね、まあ、もちろん都会の方が有利よみたいな話でね、都会はねすごいね、やっぱりね駅の中に入ったらもうアプリが開けんぐらいすごい通信するみたいな感じで、ブーってすごい数の量の、通信をやり取りするみたいな感じなんですけど、田舎はねもう全然機器を探そうとしてでも200個がせいぜいみたいな感じなんですけどもね、都会の方の渋谷とかあっちの方の人らの動画を見せてもらったらもう3000個4000個とかブワーって出て、まあこれは勝てんなみたいな感じでね、そんな感じで田舎の不利を感じましたけども、はい、
もしよかったら興味あったら、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、田舎は全然やなあいう話でした。はい、通勤しようところでもね、すんごい人とのすれ違うじゃない、都会の方はね。電車乗って行くわけでしょ、すごいよね。その反面、僕らみたいなもんはね、田舎民はね、こうやってね、誰ともすれ違わずに出勤することができるみたいな感じで、えらいちゃうやなと思ってね、そんなところでこう田舎の良さを、良し悪しをね、その笠塚に、通じてね、感じたわけですね。まあけど、まあ見えるの周り景色が枯れ草ばっかりなんで、本当にセピア色の風景がずっと続きますね。まあやっぱり冬場はあんまり色がないね。この反射する光はすごく気持ちいいですね。なんでかね、キラキラしてて気持ちいいですけども、朝露がこう跳ね返ってね、すごい気持ちいいですね。鈴木がすごいわ。うん、また今年も雪降るんでしょうかね、どうなんでしょうか。中村は寒いからね、よう降りますよ。なんで寒いんやろうね。なんかあの、つくもから中村にかけてはかなりその西の方なので、あの北風がよく当たるというらしいですね。高知とかあっちの方はこうか、その四国山地に囲まれちゃうので、あまり寒気がこう山に阻まれて、降りてこないみたいですけども、中村らの方はね、四国山地の端っこなんで、ちょっとこう回り込んで寒い空気が入ってくるらしいですね。こうね、山を、回り込んで寒い空気が入ってくるんで、余計寒いよいうね、そんな話を聞いたわけですけども、なので今年あたりはね、雪も降るんでしょうね。もう僕も雪のドライブ超怖いんで、路肩に白い雪が積もっちゃったらもう車用運転線ぐらいあの慎重派なんで、はい、もう雪が積もったらもう歩いて出勤というようなことになりますね。はい、確か去年、今年の初めもやっぱり、元旦の出勤は確か、積雪があったんじゃないかなと思いますね。いや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 、過酷やなあれ、雪が積もったところの生活はな、本当に歩くのも大変やもんね。今日はぬくいほやわ。なので今日は、夕方はもう日が暮れて、全然カメラ映らないと思いますので、午前の部で、終わってしまうのかなという感じですけども、今現在が8時12分、もうちょっと、ですね、もうちょっと歩きましょう。あの向こうまで行って帰ろうかな、帰るというか引き返して出勤しようかな。ここまで歩くとね、あったかいですね。もうね、ぬくなってきた。よいしょ、よいしょ、よこしょっと。明日行ってまた休みなので、水曜日はどっか行かないかな。どこ行こうかな、いつも悩むよね、どこに行こうかなみたいな感じでね。どこかに出没しますけどもね。まあたまにはちょっと遠出してもいいのかな。高知もう一回見たいな。前に住んでたところとかね、朝倉、大昔住んでた朝倉とか行ってみたいなと思って。塩田のパンはもう完全におじいさん死んだやろうな。パン屋の亭主完全に死んだやろうな。
もうよぼよぼのじいちゃんがやったもんな、あれ昔な。塩田やったと思うな、塩田のパンやったと思う、塩田パンやったもんな、確か学校時代の近くのねパン屋さん。うわー、お世話になったな。100円でな、揚げた食パンの分厚い食パンを三角に切ったが3つ入ってたよね。揚げたもう油の塊みたいなパンをね、100円、3つで100円みたいな感じで売れたな。それを朝昼晩に分けて食うというね1個33円で食いつなげるというね、うん、そんなことが思い出される感じですけども、朝倉の方は。ああ、いいかもしれんね、朝倉の方ね、行ってみたいなという感じですけども。よいしょ、美味しいもん食べるのもいいけど、まずいもん食べるのもいいのかもしれないですね。ほんまに、あいさん、あれ美味しいですかみたいな感じで何でもかんでもうまい言うてんちゃうんですかみたいなこと言われますんで、あの、まずとか言いながら食っても面白いかもしれないですね。よいしょ、ふう。さあ、そんなわけでございました。この道がずっと行くとね、つま先の方、あの道抜けていますんでね、2車線ずっと抜けましたんでね、ふう、こんなことですね。あー、この道歩いてきました。ピンマイクの音が入ってたらいいな、ノイズがない、録音ができてたらいいなという感じでございます。はい、また、見に来ちゃってください。じゃあこの辺で終わりましょう。はあ、久しぶりに歩くとちょっと疲れるな。そんなわけでございました。またの機会にお会いいたしましょう。さよなら。